竹岡大高校の全系鹿児島県立竹岡大高等学校は、鹿児島県鹿児島市小野町にある県立高等学校。つよし、はじめ、菅、ともに祈南園の中の上半分に、校の文字を、下半分に、校名イニシャルの T をデザイン化したものを配置した図柄である。1980年代の鹿児島県公立高校の再編の一環で、 中学校卒業者数が増加していた当時の鹿児島学区には高校が新設されることになり、1983年に旧松本町で開校した鹿児島県立商用高等学校に続いて、1987年に鹿児島市小野町において普通科と情報科学科を持つ鹿児島県立竹岡大高等学校が開校した。公立高校全体の学科の再編成も、 当時行われており、1987年の実施計画に基づき、既存の鹿児島県立高領高等学校に新設された人文科と同時に、新規開校の竹岡大高校にも新構想の学科である情報科学科が設置されたのである。竹岡大高校独自の伝統として、応援の前がある。これは創立当初にある体育教諭によって創作され、 現在でも金郊湾、竹岡大高校スポーツ交換会や、体育祭、文化祭、吹奏楽部の定期演奏会や、校内発表などで、生徒らによって踊り継がれている。2019年度現在、2020年度現在、ありがとうございます。